ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いない、ミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのはジーベルのおかげなのよ。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには十分すぎた。本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと、許されることじゃないんだ。あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけど、そんな昔のことより今やるべきことを考えるべきだわ。本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。それが彼との約束だから。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところで、どうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。わかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと。それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。装備できたようだね。それじゃあ次は。ここは私に任せて。今のはシャードか？久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャードと呼ばれる悪魔の力が個体化したものと同調する。その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて大丈夫という保証は。だとしても今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番分かってるつもり。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも信頼されているからには期待に応えないといけないな。ただ無理だけはしないでくれ。こんなところにも悪魔が。城からの悪魔が大量に侵入しているのか。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。これは魔力に反応する魔道具ね。手をかざせばいいのかな。
よいしょ。ようやくお目覚めか、お姫さん。ジーベル、やっぱりあなたなの？どうしてこんなことを？どうして？人間たちが俺たちにしたことを考えれば分かるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う。やつらは俺たちの体を作り変えた。それならこの世界を変える権利は俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリアム。お前だけが俺の痛みを分かち合える。俺たちはすでに人間ではないのだ。人間ではないか。あなたからその言葉を聞くとは思わなかったわ。覚えてる？それは昔私があなたに言った言葉よ。そんなことはどうでもよくない。生きる希望を失っていた私はあなたの言葉に勇気づけられたの。力そのものに善悪はない。力の使い方に善悪があるんだって。ジーベル様、そろそろ戻りませぬと。ミリアム、悪いが昔話はここまでだ。俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中お前はシャードを取り込み悪魔の力を使わなければならないはずだ。それでもまだ自分を人間だと思うなら、その時もう一度話を聞いてやる。行くぞ、グレン。ジーベル、待って！知ってるジーベルの顔だった。着いたね。ここは村？ひどく荒らされているわ。これもジーベルが。悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。この先に協力者が待ってるはずだ。ちょっと待って。悪魔の気配を感じる。Thank you.
助かりましたわ、ミリアム。私を知ってる？もしかして、遅くなってすまない、ドミニク。この人が協力者なのね。はじめまして、私はドミニク。はじめまして、私はミリアムよ。約束通り、ミリアムを連れてきてくれて感謝しますわ。君の頼みだからそれは構わないけど、ミリアムの意思があるとはいえ、彼女を危険にさらすんだ。ちゃんと説明はしてほしいな。そうね。いいですわ。この事件にシャードリンカー・ジーベルが関わっていることは伝えました。それは間違いないわ。本人と話したから。あったのか、ジーベルに。それなら話は早いですわね。シャードリンカーによって再び起こされた悪魔の代償感、そしてそのタイミングでもう一人のシャードリンカーが眠りから覚める、これは偶然だと思えませんわ。確かにそうだけど、ミリアムを戦わせることに僕は賛成はしてない。それを決めるのはあなたではありません。ミリアムを連れてきていただいたのは、被害に遭っているこの村の現状を見てもらい、ミリアムの意思を確認するためですわ。どう、ミリアム？もちろん断っても。この村のこともそうだけど、私はジーベルを止めなければならないの。彼とそう約束したから。ありがとう。そしてごめんなさい、すべてを任せることになってしまって。ごめんね、話に夢中になってて。お嬢ちゃん、怪我はなかった？うん、ありがとう、お姉ちゃんたち。どういたしまして。お名前を教えてくれる？アン。アン。いい名前ね。ここは危険だから、安全な場所に行きましょうね。一緒に来てもらえるかしら。先ほど調べておいたのですが、この辺りが安全そうでしたわ。確かに。ヨハネスと私たちはここでミリアムをサポートすることにいたします。ミリアムを一人で行かせるわけには。ミリアムは戦闘訓練も受けていると聞いております。それであれば私もあなたも足手まといになってしまいますわ。いや、でも私一人で大丈夫よ。そんなに心配しないで。わかった。僕たちはここで僕たちのできることをするよ。そうと決まれば準備を始めましょう。くれぐれも無理はしないでくれ。それと錬成はいつでもできるように準備しておく。何かあったら必ずここに戻ってくるんだ。わかったわ。怪我しないでね、強いお姉ちゃん。任せて。初めてですから説明させていただきますわ。お願いします。ここはアイテムを売買できる、いわゆるショップですわ。本来なら無料で支援したいところですが、
ここでは教会の資本もそう簡単に入れることもできません。きちんとサポートするためにも申し訳ありませんが有利サポートしてもらえなくなるのはもっと困るから理解したわ。あとここではシャードの買い取りもさせていただきますわ。え、それって大丈夫なの？もちろんですわ。買い取ったシャードは教会が責任を持って浄化させていただきます。そのため買い取りはできますけれども売ることはできませんわ。シャードの特性上同じものを複数持つことで強くなりますが、同時に強くなる限界もあります。それとこれが一番気がかりなのですが、大量のシャードを持つことで侵食が進むかもしれないけど、でもそれは自分で何とかするわ。それでも余ったシャードは積極的にお金に変えることをお勧めしますわ。心配してくれてありがとう。これで説明は終了ですわ。さあ見ていってくださいね。どれを買ってくれるのかしら。これで感謝いたしますわ。あ、これを渡すのは忘れていましたわ。ここの建物の鍵です。これでこの先に進めるはずですわ。分かったわ。それと安全なこの場所に生き残った人たちも呼んでおきましたわ。皆さんは一様に悩みを抱えています。できる範囲で構わないなら。それで大丈夫ですわ。ではいつでもいらしてね。あなた、大勢の人が立ち、ぼちぼやたし、立ち、ぼやたし、いや来たね。ここにこんな設備を揃えるなんて教会の力ってすごいね。ほんとびっくりだわ。じゃあここでできることだけど、いくつかの素材を錬成することでいろいろなアイテムを作ることができるんだ。まずは習うより慣れろだ。こっちで用意した素材でまずは錬成してみよう。さて何を錬成する？これにしよう。一度錬成したアイテムはドミニクのお店に卸しておくので、そこで購入できるように手配しておく。それと僕の知ってる範囲にはなるけど、素材から何ができるかは教えられるかな。だけど僕の知らないアイテムはどこかでレシピを手に入れる必要があるね。手に入れたら持ってきてくれ。分かったわ。それと君が手に入れた悪魔の結晶、つまりシャードのことだけど、これもアイテムと同じように錬成ができる。シャードによって決まった素材が必要だけど、おおむね利便性が上がる方向に編成できるはずだよ。機会があったら試してみてくれ。シャードも錬成できるってことか。あと僕も含めてなんだけど、今まで生きるのに精一杯だったから、材料を持ってきてくれれば料理も錬成することができる。新しい食事を取ることでまだ成長する余地があると思うんだ。
しね。アルフレッド、なぜお前がここに。ヨハネスか、あのバカデシめ、余計なことを。10年前のこと聞いたわ。なぜそんなひどいことを。そんな昔のこと今さら語るつもりはない。昔のことって父親のように思ってたのに。そんなことより書だ。
ジーベルが持つ書を手に入れなければ。書って何のこと？お前に話しても無駄だ。アルフレッドか。なんであんたが生きている？お前らこそなぜここに来た？質問してるのはこっちだ。私がここにいる、それが答えだ。お前もあの書を求めているのか？あの書、ロガエスの書か。あれは私が使うものだ。誰にも渡さん。あの書は我々が持ってはいけない。またあの悲劇を繰り返すつもりか？問答拉致もなし。まさか邪魔をする気ではあるまいな。邪魔？私の力はお前がよく知っているはずだ。ミリアムと共にここから立ち去れ。死にたくなければな。嫌な予感がして来てみたら、あいつがいるとは。ねえ、ロガエスの書って何なの？ああ、もともと僕たちのギルドが持っていた精霊を召喚できるという書だよ。10年前の悲劇はその書の力で君たちの結晶を触媒にして引き起こされたものだったんだ。そんなものがあったなんて。まだ錬金術の復権を望んでいるのか。だけどあの書は僕たちが二度と手にしてはいけない。そうか、ジーベルの持っていたあれがロガエスの書。この現状を考えるとそれが自然だとは思っていたけど、やっぱりそうだったか。儀式で生き残った時に手に入れていたということか。アルフレッドも止めなきゃ。いや、君はジーベルを追ってくれ。アルフレッドより先に書を確保してほしい。そうね、分かったわ。奴のことはドミニクにも相談してみる。それじゃあ僕は一旦戻る。No!